人と動物が仲良く暮らすためにお送りする猫ワン。猫と犬の情報をたっぷりお送りする30分だよ。猫ワンは南高井病院の提供でお送りします。今日は松山市緑町のサイクルショップミーツの看板猫ニコちゃんを訪ねます。サービス付き高齢者向け住宅南の森からはローズの会の模様を、後半はペットに関する講演会のインタビューだよ。最近患者さんの顔色よりドクターの顔色ばかり伺ってる。人間関係難しいよね。優しいあなたを歓迎します。ただいま看護師募集中、南高井病院です。まずは猫ちゃんお宅訪問のコーナー。松山市緑町、大学生の多い住宅街にある自転車屋さんサイクルショップミーツ。お、かっこいい自転車が並んでますね。お邪魔します。代表の岩田健二さん。ここに猫がいるって聞いたんですけど。あ、黒猫ちゃん。子猫だね。名前はニコちゃんっていうの？どうしてこの名前に？ニコライのニコです。ニコライっていうのは何なんですか？ドイツの自転車メーカーなんですけども、僕がすごい好きな自転車メーカーがあって、それからそれと、まあ、ニコニコが来るっていう、笑顔が集まるよっていうのでニコライ。6月の9日にこのお店にやってきたニコライちゃん、はいはいはい、どういう出会いだったんですか？これはすぐ近所に、うずくまって、道路にうずくまって泣いてたんですよ。で、もっとなんか鳴き声聞こえるなと思ってうろうろしてたら、道路にうずくまってたので、あれと思って近寄ったら、もう逃げずに動けなく、もうプル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 震えてたんですね。で、とりあえずもう抱えてましたね。もう気がついたら抱えてここにおった。とりあえず何しました？とりあえず唾液に行ってあの餌を、買って、で餌をあげて、それ以来もうずっと一緒に寝て。ずっと一緒ですね、はい。よかったね。どんな気持ちでいると思いますかね、今ね。どうかな、肩乗りだ、なんか餌くれる人みたいなあら、よじ登ってきましたよ。いいね、めちゃめちゃ懐いてますけど。いつもね、寝てるので一緒に。一緒に寝てるんです。こちらはお店ですけれども、はい、自宅は別なの。あ、そうです。夜は連れて帰って。そうです、そうです。じゃあ一緒に出勤してきてと。そうです、そうです。だから夜寝る前に噛んで寝て、で、朝は噛まれて起きるみたいな。目覚まし代わりにも。そうそう、目覚まし代わりですね。朝早すぎたりとか大丈夫ですか？早いので、まず噛まれて餌あげて、で、その隙にもう一回寝るっていう、二度寝しように。二度寝しようですね。はい、はい、だからどこ行くのも一緒なんですよ。え、例えば？だから、ちょっと、お買い物、お店終わって、あの買い出しとか行く時とかも、どうやって？もう車にそのまま乗せて、で、買ってる間はもう車の中で待っとってもらうんですけども、で、帰ってきたら必ず僕の運転席の方で寝てるみたいな、助手席に寝かしてても必ず僕の椅子で寝てるんですよ。だからお店の中でもその猫タワーじゃなくて、ここで寝てることがすごく多い。それはなんでですかね？匂いがするんですかね。強烈な僕の匂いがたまらんのですか。たまらんのですかね。赤ちゃんの猫を飼うときはいろいろ気をつけなきゃいけないこともあるかと思うんですが、
何かこう、あ、困ったなとかことなかったですか？あ、でもそんなにもう、次の日も早速病院連れて行って、はい、で、飲みのちょっとやつやってもらって、うん、でお尻グリグリってやってお尻なんかあのこうなんかお尻の中のこう寄生虫みたいなの調べてくれたんですよ。検便、うん、検便かな、なんかこう中にズボッとあの綿棒みたいな探してなあなあ言ってましたけどねで問題ないっていうことやったので、だからもしかしたらそこでね問題ある猫も野良猫やったら多いと思うんですけど、たまたま2個は、うん、そんなに問題なかったので。予防注射とかはどう？もうそろそろ、あ、もうそろそろ行きます。もう体力もついてきてということですか？そうですね、うん、じゃあこれからの気をつけていきたいなと思うことってどんなことですか、うん、長生きさせるために？そうですね、やっぱり餌かな。餌、うんうん、やっぱりちゃんとした猫用の、うん、あのフード、猫用の飲み物をあげて、うん、であとはどうかな、まあ、うん、外に連れて行く時とかは、うん、気をつけて、うん、やっぱり車にね跳ねられたりとか、猫ってささっと、うん、動くものが好きなので、うん、そういうのとか注意したりとか、あとは気温とかかな、うん、まあ、ちっちゃいうちはあと踏みつけないっていうような絡みついてきますもんね。そう、うん、で黒いから ね、うん、見えないでね、なかなかね、きゃー、たまらないですね、うん、たまらないですね、うん、どうします？うん、めちゃめちゃ可愛いな反応とかどうですか？すごくいいですね。すごくいい、うんうん、もうやっぱり大学生が場所柄多いんですけど、うん、まあ、店の中ではだいたい自由にさしているので、うん、話してる間になんかお客さん好きなんで、うん、足元になんかお客さんの足元に行って気づくみたいなうわみたいな猫おったみたいな、うん、でそこで話がとりあえず終わっちゃって猫話になるそうそうそう、このお店はなんかこうアットホームな感じでいいですね。あ、そうですね、そういうお店にしたかったんですよね、うん、いつオープンしたんですか？去年です。去年の頭です。ずっとこんなお店がやりたかった？そうですね、ずっと県外で自転車やってまして。そうなんですか？そうなんですよ。でそこで働いてて、店員さんとして？そうです、うんうん、でいつかはやっぱり地元戻って独立したいな、自分の好きなお店やりたいなと思ってたので、うん、でここに。あ、地元がこっちだったの？そうなんですよ、はい、松山です。松山港です。じゃあこれからね、長く長く地元の人に愛されて、はい、そうですね、はい、自転車、はい、なりたいです。なるでしょうねと思ったのが、うん、ここで自転車を買うと、はい、ずっとなんか無料な。あ、そうです。点検と調整がもう永久無料です。永久無料です。その方が天に召されるまで。されるまではもう自転車をずっと長いこと。やっぱり愛着持って長いこと乗ってもらいたいので、うん、うん、もうちょこちょこ。人間の体と同じで、やっぱりその。ちょこちょこ直しながら乗ってもらう、点検しながら調整しながら乗ったら長いこと乗れるんでね、自転車って、うん、潰れるまで行って、でそこから修理するのでお金かかっちゃってやめようとかってなるので、うん、もう細かく手加えながらやってやると。もちろんそのお客様にもこれはやってねっていうことはあるんですよ。掃除と油と空気は必ずやってねって、うん、それ以外のことは全部俺がするから、うん、頼りがいがありますねでもぶっちゃけ自転車屋さんとしては、はい、どんどん買い替えてくれた方が商売になるんじゃないんですか？あ、僕はもうそれが嫌なんです。変更って言われるんですけどね、うん、変ですよ、うん、やっぱりしっかり買う時ももう、あ、じゃあこれでとかじゃなくて、うん、もうしっかり話して、でしっかり気に入るのをがっちり選んでもらって、
て、でそれを長いこと乗ってもらうと、うん、だからもうタイヤとかもうフレームなんか折れないですから、もうほとんどぶつからない限りは、うん、そしたらもう一つ一つのパーツを変えながら乗ることってできるので、うん、変えてここも変えてあれも変えてでちょこちょこやってったらもうずっとこの自転車と付き合えるんでね。でステップアップしたかったらもちろんステップアップするときに他の自転車ではなりますけど、うん、それまではその自転車を、まあ、売る以上はやっぱりしっかりと乗ってもらうと。うーん、うん、そういうポリシーなんですね、うん、そうなんです。じゃあ猫も一旦買ったらちゃんとこう年に1回健康チェックをして、そうですね、うん、っていう感じですね。そうですね、うん、しっかりといい状態でずっと長いこと生きていてほしいんでね、うんうん、痛いよ。死ぬまで点検無理。死ぬまで点検無理家族ですね。じゃあニコライちゃんに最後に一言、はい、メッセージをお願いします。あ、いつまでも、うん、一緒に暮らしましょう。元気でいてください。プロポーズみたいな。ニコちゃん愛されてますね。岩田さんありがとうございました。番組後半はアメリカで長年動物愛護活動に取り組んできた獣医師の西山優子先生にインタビューだよ。猫は続いてはスポンサーさん訪問のコーナーにゃ。松山市中心部から車でおよそ30分、重信川にもほど近い南高井病院はデイサービス施設を備えた療養型の病院です。いつも素敵な人だったからずっと素敵に暮らしてほしい、そんな思いからサービス付き高齢者向け住宅南の森は誕生しました。贅沢空間と快適サービスが奏でる幸福の調べ。南の森はワンランク上の対の住処をご提供いたします。人生はバラ色のままがいい。ラビアロースロースロース。はい、みなみちゃんです。サービス付き高齢者向け住宅みなみの森では、より快適で楽しい生活のためにご要望を伺うローズの会を3ヶ月に1回実施しています。その様子を覗いてみましょう。こっちこっち。まずは自己紹介から、ここは非常にいいところなんで、何遍か来るうちにここに住み着いたような格好になりまして。前回のローズの会は、余暇活動があればもっと楽しいというご意見をいただきました。そこでお楽しみクラブを開設。いろいろな設備をお使いいただけることになりました。この会員証を見せれば OK。 例えばこんな活動がありますよ。カラオケ、お箱を披露してくださいね。運動は元気の秘訣。フィットネスクラブ森でハッスルハッスル。楽しみながら健康増進。こちらはフラワーアレンジ。皆さんのセンスで南の森が明るくなります。和気あいあいガーデニングを楽しみましょう。森ガーデン。南の森にいながら美味しいカフェの飲み物をどうぞ。24時間ご利用いただける森カフェ。
温かいもの、冷たいものご用意しています。そして今日のローズの会は、じゃあ今日今から皆さん食べたり飲んだりしながらざっくばらんにお話をしていきましょう。でまずね、ちょっとお食事のことでいろいろ皆さんとお話をしていると、ちょっと自分の出身地方のお料理が食べたいなっていうこととか、おいしいお肉が食べてみたいなとか、あとお魚、お魚も、いつも出てくるお魚、皆さんでお食事についてご要望をいただきます。やっぱりここに来ておいでる方は本当にお料理が楽しみの一つなんですよ。一日中お部屋でおる方もおいでるし、外お外に出る方もいらっしゃるかもわかりませんが、ほとんどもうお料理の3食、朝昼晩のお料理を楽しみにしてるんです。一日の大きな楽しみであるお食事について担当スタッフとの意見交換。味付けやお好みのメニューなど個人差はありますが、皆様からたくさんのご意見をいただきました。一番人気はお寿司メニュー、特にちらし寿司が美味しいということで、回数をもっと増やしてほしいというご要望も。いろんな地方の郷土料理も味わいたいというご要望もいただきました。今日もたくさんのご意見ご要望ありがとうございました。南の森ではご入居者の皆様のより快適な生活のためにローズの会を3ヶ月に1度開催しております。お試し宿泊で南の森の快適な居心地をお試しください。コマーシャルの後、詳しくお伝えします。ついの住処にパリの瀟洒な華やぎを。サービス付き高齢者向け住宅南の森、ただいま入居者募集中。南の森ではお試し宿泊を実施しております。1泊2日、4食、送迎付きで5000円です。ぜひ、南の森をご体感ください。ご案内 DVD もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。そして、南の森のホームページがリニューアルしています。スペシャルコンテンツの中には、この猫ワンの南の森のコーナーも動画でご覧いただけますよ。要チェック。猫ワン。別府愛媛の主催で公開市民講座、海外から学ぶ人とペットのいい関係が行われました。当日は200人もの一般の方、学生さんや獣医さんが集まり、講師の西山優子先生のお話に耳を傾けました。アメリカで長く動物愛護に携わってきた獣医師の西山さんの情報は初めて聞くこともいっぱい。アメリカのペットに関する考え方、しつけや間違った可愛がり方、なぜ途中でペットを捨てるのか、高齢化社会と少子化とペットの問題などについて、およそ2時間の講演と質疑応答が行われました。で、自分でスリスリしてきて、ある程度触ることができる、ある程度捨てられることができるっていうのは地域の教育によって、それは家の中できちっと飼おう、でまずそこがあるんですね、アメリカでは。で、それなぜかっていうと、要するに何ある程度触ってケアのできる猫っていうのはちゃんと責任を持って室内で外に出さないでコントロールして飼いましょうっていうのは法律があって、基本的にはみんなそうなってきてて。愛媛初上陸ですか先生？2回目ですね、人生。人生2回目、はい、今回はご講演をされるということで、今日たくさんの、ね、皆さん来ていただきました。ありがとうございます。はい、おかげさまで本当に皆さんのパワーを感じましたね。はい、とっても感じました。愛媛すごいですすごいです。愛媛だけじゃなくて、はい、徳島ですとかいろんなところから、県外からも、はい、はい、そ
それだけに今動物の抱えている人と動物の関係の問題が大きいってことでしょうか。意識が高まってきたということですかね。これはいいことですよね。はい、思います。はい、さて西山優子先生はアメリカで長くご活躍されていて、今東京に帰ってこられて、日本とアメリカでこれ意識が全然違うな、まだまだやな日本ということ何かありますか。はあ、意識の違いですか。いやどちらも同じですよ。もう一生懸命な方はアメリカも日本も両方いらっしゃいますし、ただ、意識の低い方ももちろんいらっしゃるということで、それは同じだと思います。いやこれからもっともっと動物に関する愛護の意識っていうのは私もそう思ってるんですけど、高めていきたいですよね。はい、でも動物愛護は何も特別なことではなくって、普段から自分の、ペットを可愛がると同時に何かあった時に準備をしておくとか、普段から不妊去勢しているとか、まあ、困った人がいたら助けてあげるとか相談に乗ってあげるとか、それが一つ一つ積み重なっていくんだと思います。ごく当たり前のことなんですね。そうであってほしいですね。例えば愛護をしているっていうと、そういう名前を聞いただけであっとかっていう扱いをされることってあるかと思うんですよ。はい、そういった面ってちょっとね心外だなっていうのがありますよね。まあ、言葉よりも実行力でしょうね。本当に正しいことをちょっとやるよう努めればと思いますね。日本もいろいろこう動物に関して問題を抱えている。特に殺処分が多い。じわじわとは減ってはきてるんですが、特に猫の殺処分が減らないっていうことで、先生も地域猫あるいはもっと一段階進んで何か新しい動きが TN 何でしたっけ、はい、TNR、はい、捕獲器で捕まえるトラップ、そして去勢をする、不妊去勢手術をする、ニューターで離すリリースする、そうですね。もうアメリカではもう15年ぐらい前からごく普通にやられることになってきてまして、まあ、これからの地域猫や猫の殺処分の減少のために、ぜひ進めていくべきものだと思います。地域猫活動とは飼い主のいない猫を殺処分することなくゆっくりと減らしていく方法、不妊手術をして繁殖を防いだ上で世話をして近所迷惑を防ぎます。なかなか地域猫も根気がいる作業だなっていうのは思うんですが、それだけやる価値はあるんですか。はい、やる価値、まあ、統計的にも、効果が証明されているのと同時に、やはりその野良猫だから必要ないからといって捕獲してガス室で殺してしまうというのは倫理的にも良くないので、捕まえて去勢して放すというのが今の時点ではベストなこととされているのと同時に、まあ、こればかりはその餌をやっているケアをしている方の協力なしにはできないことなので、地域のコミュニティが一体となって取り組まなきゃいけないことだと思います。世の中の、まあ、大勢の方にとってはそれはもう猫好きの人が好きでやっていればいいじゃないかっていう考え方もあるかと思うんですよ。そうじゃないんですよね。そうですね、まあ、猫好きな方も猫嫌いの方も共存しなきゃいけないですので、失礼のないように、マナーを守ってっていうのが前提ですけれども、まあ、難しいのは分かります。なかなかそれで問題が起きるのも分かるんですけれども、基本はやはり、猫にとっても犬にとっても人間にとってもみんなが気持ちよく住めるコミュニティを作るというのが目的だと思います。残念ながら愛媛も殺処分率は上から数えた方が日本でランキング高いんですよ。ちなみに昨年度の愛媛県内での殺処分は犬と猫合計4042頭です。悲しいんです。はい、これはやっぱり地域猫活動 TNR を広げていくと解消していくもんでしょうか。はい、それと、まあ、あとは犬は不妊去勢手術ですよね、の徹底、はいはい、これ以上増やさない、それに徹底していくべきでしょうね。はい、わかりました。そして西山先生、アメリカから帰られて日本で現状をいろいろと目の当たりにされて、これからこの問題は増えていくんじゃないかなっていう心配していらっしゃることたくさんおありかと思うんですが、やっぱり一番大きなものってどういったものだとお感じですか。はい、これからの日本、やはり
人口が減って、ペットを飼う人が減っていく、そして殺処分は相変わらず停滞気味っていうと、やはりまた今度また、ペットを手放さざるを得なくなってしまう人とか、途中で飼えなくなってしまう人がやっぱり今後増えていくのではないか、これも仕方がないことですけどもね、そのような、途中で、飼えなくなった方を、助けて、そしてそういう、ね、犬や猫を保護して新しい飼い主を探すという、まあ、いわゆる、まあ、言葉ちょっと語弊があるかもしれないですけども、リサイクル、これを、どんどん推進していかなければ、途中で放棄されて殺処分されてしまう犬や猫がやっぱり増えてしまうんではないかと思います。ですからこれからそういうことをどんどんうまく回るように、いろんな方が関与して回していくようになってほしいです。それにはやっぱり行政ももちろんだし、愛護団体もそうだし、もう市民総ぐるみでやっていくべきですよね。はい、そう思います。わかりました。西山先生、今もね、愛護活動、こういった講演活動もね、啓発活動されてますが、これからどういったことをされたいと思ってらっしゃいますか？はい、私のようなものは活動しなくても全て犬や猫のが平和に、虐待がなくなれば私がどこにも行ってお話しすることはなくなるわけですから、早く、リタイアしたいです。リタイアして何するんですか？それで、これ平和な世界が平和になってほしいですよね、ワンちゃんたちにとって。そうですよね。じゃあ最後に、愛媛のワンちゃん猫ちゃん大好きっていう飼い主さんたちに何かメッセージをいただけないですか？あ、はい、カメラに向かって、はいはい、愛媛のワンちゃん、はい、猫ちゃんたちを可愛がってる皆さん、はい、個人的に感じたのは、愛媛の皆さん、松山の皆さん、とっても穏やかで、皆様優しくて、もう東京から来た人間にとってはちょっとショックなぐらい、とてもこう気を使っていながらそれを出さないようないいところがあるように個人的には感じております。ちょっとのんびりした部分が、すいません、いいですよね。まあ、それはとても犬や猫ちゃんたちにとってもいいプラスになると思いますので、はい、ぜひぜひそのペースで可愛がっていただけたらと思います。ありがとうございました。今日は貴重なお話、西山裕子先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ついの住処にパリの商社な華やぎを、サービス付き高齢者向け住宅南の森、ただいま入居者募集中。猫ワンをご覧の飼い主さん、あなたのワンちゃん猫ちゃんの首輪に迷子札つけてますか？逃げ出した時、迷子になった時の命札である迷子札つけてくださいね。番組では迷子札をプレゼントしています。迷子札をつける犬や猫の写真を猫ワンホームページから送ってくださいね。郵送でも OK、 お待ちしてます。Thank you.
ネコワン、そろそろお別れだよ。この番組は南高井病院の提供でお送りしました。また見てね。